K1 ワールドグランプリ初代女子アトム級王座決定トーナメントリザーブファイトです。それではマイクのオンサイド、解説は正人さん、そしてゆうちゃみさんです。お互いよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ正人さん、トーナメント、まずはその入り口ですが、ここまでどういうふうにご覧になってますか？そうですね、皆さんね、こう女子らしくこう手数の多いスピードのある選手が多いなという印象があります、ね。はい、全く膠着しないというね、女子大会になっています。さあ初開催女子トーナメント、開き始めた歴史の扉です。まずはリザーブファイト、45キロリミット、30歳チャンリーか、それとも17歳女子高校生ファイターのライカか。第1ラウンドのゴングです。チャンリー、そしてライカともにパンチを伸びてきます。ナイス、ライカナイス、左ミドルですね。ここからまだグッとレベルを上がってきます。161センチがチャンリー、一方164センチが17歳のライカです。いやー、ゆうちゃみさん楽しみですね。そうですね、めちゃめちゃ楽しみですね。またレベルが上がってスピード感抜群です。コンビネーションも使ってきました。令和の巴御前というふうに言われています。まあ、正人さん、ライカの場合は17歳、はい、あの月進回ですからね、ヒットアンドウェイ得意ですね。いや、距離の取り方がうまいですね。うまいですか？はい、距離うまいです。一方でチャンリーは30代に入りました。経験は豊かです。チャンリーはパワーでこうね、こう相手をこう詰めて、コーナーに詰めていってますよね、はい。気持ちの強いファイターです。喉から手が出るほど欲しいというふうに話していたベルト、チャンリー、ナイスワンツーですね。ここまで手数はライカです。じわじわと追い詰めてミドルを放つ。やっぱライカはコーナー詰まりたくないですね、回りたいですよね。サクリングしたいところです。コーナー詰まるとチャンリーの距離になりますよね、はい。この2人は1年ぶりの再戦になります。初めてプロの世界でライカが敗れたのが目の前にチャンリーでした。追っていきます、チャンリー。いやー、ゆうちゃみさん、迫力ありますね。そうですね、ライカ選手のもう迫力がやっぱり目に見えますね、チャンリーの手数も増え始めました。ちょっとなんかパワーでね、チャンリーが押してきたかなっていう感じしますね。雰囲気が少し変わってきたかもしれません、はい。ここは代々木第二体育館、ちょっとライカプレッシャー、このプレッシャー嫌だと思いますね。はい、応戦します。左右なんかパワーの差が出てきたなという感じがします。プロでの成績は4戦3勝1敗、まだノックアウト勝利はないというのがライカです。ここもチャンリーが詰める。チャンリーはこれがプロ15戦目、タイルを立ってこの場所にやってきました。6年間勤めていたあの幼稚園教諭を辞めてプロの道、K1 の道一本に絞ってここまでやってきました。チャンリーのブロックは、おー、ナイス、今入りましたけど、チャンリーブロック硬くて、パンチ打ってもこう結構ブロッキングされるんですけど、今左フック、ライカーの入りましたけど、右のミドル、蹴り合う、右のハイ、チャンリー、右のハイ、もう一つ、そこ入っていこうとするのがライカーです。ゆうちゃみさん、まあ、はい、両者の魂を感じるような第1ラウンドになりましたね。そうですね、やっぱ再戦なのでやっぱり燃え尽きるんじゃないでしょうか、はい。まあ、つい一昔前までチャンリーというファイターはゆうちゃみさん、はい、幼稚園の先生だったんですよね。ねえ、本当に幼稚園の子供たちのためにも勝ってほしいですね。あっ、来た、させてくる。ライカーはこのヒットアンドウェイでこう、コーナーつまらないことですよね、はい。打ったら動く、打ったら動く、そういう攻め方していくとチャンリーはやりにくいですよ。あと10秒切りました。拍手が鳴ります。手数を増やしてきたチャンリーです。動いたら重圧があります。動いた方がいいですね。トライに来る。ここで追い詰められた。ここで第1ラウンド終了のゴングです。まずは最初の3分間、全体的な印象は正人さんの目にはどう映りました？まあ、チャンリーのプレッシャーを与えていってコーナーに詰めてこう、はい。まあ、全体的にこうチャンリーがプレッシャーを与えているというイメージありますね。まあ、そのあたりで経験が豊かという感じしますよね。パワーのチャンリー対スピードのライカという感じですかね。まあ、とにかくライカの場合は動きたいですかね、マトさん。動きたいですね。コーナー詰まっちゃダメですね。ゆうちゃみさんはどうご覧になりました？はい、やっぱ第2ラウンドからチャンリー選手が攻めてくるのを期待したいですね。はい、161センチ、微笑みのドリーマーがチャンリー、プロ15戦目。ここまで14戦戦って6勝7敗、引き分けが1つというチャンリーです。一方ライカは新世代17歳、10代のファイターです。ですからゆうちゃみさんよりも若いんですかね。そうですね、私、はい、そうです、そうです。女子高校生ファイターライカです。かっこいい。 K1 デビュー戦です。初開催の女子トーナメントアトム級リザーブファイト。さあ、先に前に出ていこうとするのはチャンリー。このプレッシャー、ミドミドル、ミドハイはライカ、蹴り合う。
打撃勝負、左を刺す、ワンツー、右を刺した、カウンター。チャンリーももちろんスピードはあります。この後登場する菅原とはチャンリーは19年クラッシュ初参戦の時戦っています。ケリーの菅原、打撃のチャンリーという構図でした。この時は気持ちがぶつかって最終的には判定2対0で菅原が勝利しています。望みをつなぐリザーブファイト、あとスイッチ。1年ぶりの再戦です。チャンリーのミドルキックも結構伸びてくるんですよね、結構すねの深いところで入ってくるんで、あれボディでも足でも食らうと効くと思うんですよね。これそうですね、最初の1分が経過しました。第2ラウンドです。元幼稚園教師、アトム級第1世代と言っていいでしょう、チャンリーです。コーナーに追い詰めて刺していく、この打ち合いね、左サークリング、ライカですよね、あとバウカーダウン取られました、ライカダウン取られました。ダメージはどうでしょうか、ダメージありますね、ああ、棒が揺れている、ここで終わりました。リザーブマッチ、チャンリーロックアウト勝利。チャンリーパワーありますね、来ました、打撃で17歳を打ちのめしました、チャンリー。ただ2試合、2ラウンド。いやー、ゆうちゃみさん、ノックアウト来ましたね。いや、ノックアウト初めて見ました、私今。見ました。はい。すげえ。第2ラウンド、1分26秒、チャンリー、ノックアウト勝利。勝ちました、チャンリー選手は、やりました、あと。女子アトム級王座決定トーナメント。左ですかね、どうですかね、右も触れてましたか。左左右、その後左、その最後の左ですかね、最後はライカ立ち上がることはできませんでした、でもその前から鼻血出てるんで、その前にやっぱダメージちょっと蓄積してたのかもしれないですね。第1ラウンドからの流れ、ダメージありましたかね、かもしれないですね、K1 デビュー戦ライカは勝利を飾ることはできませんでした。ただプロ15戦目のチャンリーがライカを破っています。いや、ゆうちゃみさん、この後の本戦1回戦がトーナメント楽しみですね。そうですね、トーナメントも私も楽しみで、はい、まさ、あ、さん、トーナメントにアサインされるということはまた一つレベルが上がって、主役たちですからね。そうですね、はい、やはりね、トーナメントにおいてはね、KO 勝ちをするとね、はい、まあ、次の試合が、ね、有利になってくるので。そうですよね、うん、美しく、そして過酷な1日が始まっています。削り合っていく女子トーナメント初開催です。一昨年の春に幼稚園の先生を辞めました。23歳の時にボクサーサイズを始め、最終的に格闘技にのめり込んで、20代後半でプロの格闘家に転職をしました。あえて茨の道を選んで、この女子トーナメント初開催、そのリザーブファイトの舞台、チャンスをつかみ取ったというチャンリーです。教え子たちに夢は叶う、その姿を見せたいというふうに話していました。異色の経歴の格闘家、二足のわらじを捨て退路を断っての2年です。初開催女子トーナメント、アトム級リザーブファイト、まず勝利したのはチャンリーでした。